にちは。一瞬で人を引きつけるための写真撮影背景ボードペイントレッスンをしています、大浦幸子です。今日もお客様からの声をご紹介したいと思います。他の方の撮影された画像を今思えば作品のみばっかり見ていましたが、背景や光、見せ方など違う視点でも見れるようになりました。チャペさんのおかげです、ありがとうございます、というお声をいただきました。チャペさんっていうのは私の屋号が、お店の名前ですね、チャペチャピックという名前なので愛称を込めてチャペさんと呼ばれております。ありがとうございます。これからも皆さんに感動していただけるアトリエ、そしてホッと安らぐ、ああいい空間にでペイントレッスンできたなと思ってもらえるような空間作り、レッスン作りをしていきたいと思っています。皆様のご参加これからもお待ちしております。感想のお声本当にありがとうございました。